角度は30度、どうもキリンです。はい、ということで今日はですね、まあ、夏終わりの秋でね、結構一番服装に悩む時期だと思うんですけれども、なんで今日はね、そんな秋のリアルコーデルックブックをやっていきたいと思います。で、今回もありがたいことにシーンさんからお得なクーポンコードをいただいておりますので、私先にね乗っけておきます。で、ちょっと前にね、私ショートにしたんだけど、ショートって結構メンズ服も着ると思うんですよ。で、シーンってかなりメンズ服もねすごく充実してるので、この動画でね紹介してるので、よかったら男性の方もねチェックしてみてください。それじゃあね、早速コーデやっていきたいと思います。それではレッツラゴー。どうしよう、まず何着ようかな。まずはこれね、なんかめっちゃ可愛くて、ここね、ほら見て、わかる、キュッてしてるんですよ。見て、わかる、この脇、脇、ここ、ここ、ここがね、すごい細く見えるんですよ。ほら、このシルエットが可愛くて、これね、選びました。もうちょっと秋なんで、買います。で、結構私がさ、身長高いんで、ちょっとこの辺とかが危うい感じになっちゃうんですけど、これをこうやって合わせると、全然それがね、気にならなくなるんですよ。靴はブーツ。1コーデ目はこんな感じです、まあ、ポイントはシャツワンピのこの短い感じ可愛いかなと思うのと、あと結構なんか黒ブーツってちょっとセクシーなイメージありませんか。のが私的にはいいかなと思います。で、カバンはね、やっぱでかい女はあんま持ってないと思うんですけど、カジュアルっぽい感じでいろんなとこ行くのにはこれは便利かなと思って選びました。足色でブルー持ってみる。ちょっとね、最近ね、私気づいたことがありまして、シーンはバッグのクオリティが高いんですよ。結構なんかお洋服って、例えばこういう動画とか、あとこうレビューとかがねしっかりついてれば、あ、こういう感じなんだってね、失敗しにくいし買いやすいかなと思うんですけど、自信ない方はねバッグを買うのをおすすめします。割とどれもすごいクオリティが高くてしっかりしてるなっていう印象があります。私的に男性が好きそうなこれだと思うんですよ。わかります、こういうニットのお姉さんみたいな。続いてはスカートですね。これめっちゃ可愛くない？秋口どんなコーデにも合いそうだなと。これだけでもねすごい可愛いんですけど、結構シンプルすぎちゃうんで、変わったバッグとか持ってあげると可愛いかなと思います。このバッグなんだかなんかすごくて、こうねパカってやるとこうやって伸びるんですよ。便利、肩掛けもできるし、こう手持ちにも持てるっていうね、そういうバッグです。これもねめっちゃ便利そうで、日差しが A4 サイズが入るバッグになってます。これとかもすごい可愛いね。これだとなんかちょっと爽やかな印象に。はい、そしてこれはね、女性から見ると売ってんなって思うニットだと思うんですよ。だから合コンとかはいいけど、日常に着るとちょっとあざとすぎちゃって、やりすぎないニット、私はこれがいいと思います。多分男性受けも良くて女性受けもいい、一番ちょうどいいニットだと思うんですよ。私的にこれはそういう印象を抱かせないのにエロいんですよ。なんでこれが多分一番女性受けもよくて男性受けもいいコーデだと私は思います。下は多分変えたら夏でも全然。これもねシーンなんだけど、めっちゃ可愛くないですか。ゴールみたいなデザインになっててめっちゃ可愛いんですよ。これだとすごい夏っぽい、ね、秋から夏にかけてのこの時期に一番ちょうどいいスカートかなと思います。これもねゲットしました。これで黒を持ってたんだけど白欲しいなと思って。ミラジーこれ分かるかな、ちょっと白飛びしちゃってるかもしれない。カメラのね明るさを少し落としたんですけど、キャンパス地になっててすっごいしっかりしてるんですよ。でノートパソコンもねこうやって入るぐらいの大きさなんで便利です。うわ入っちゃった、すごい。あとこれはね多分絶対男性受けはしないんですけど、注文してしまった商品がありまして、でもねきっとこれはね男性もいいって言ってくれると思う。このチャンネルを見ている男性は可愛いって言ってくれますよね。可愛いって言ってくださいね。これデザインがちょっと可愛すぎて絶対に男性受けじゃないのに注文しちゃった。でも可愛いからね見てほしい。え可愛い、めっちゃ可愛くないですか、このひらひらが。デザインが可愛いと思って、あーエコバッグとしても便利そうと思ってね。これバッグなんだけどちょっとなんか物を入れよう。最近買った帽子を入れて、これほらすごい伸びるんですよこうやって。ほらなんかでもアクセントとしてもすごい可愛いよねこの色。可愛い、
で、これの私はいいところはね、ハイウエストなんですよ。すっごいハイウエストで、で下がこういう感じで広がってるので、めっちゃスタイルが、ね、よく見えます。次もね、ニットですね。やっぱニットはね、男性好きな人多いと思うんですよ。ポロシャツっぽい感じですね。ちょっとメンズライク。なんかこれもゴルフいけそうだね。こう丈がね、いいんですよ。チラッみたいなのが多分出過ぎてるとちょっと下品になっちゃうと思うんですけど、これはなんかゴルフに行けそう。もうこれ持ったらめっちゃゴルフ行けそう。これはね、あのショートが好きな人はこういうボーイッシュっぽい感じのコーデが好きなんじゃないかなと思って組んでみました。そして大人なお姉さん好きに、こういうのはでもね、1枚持っとくとマジで便利だと思うんだよね。どんな時にも着ていける、何に合わせても絶対大丈夫ニット。あー、いる、こういうお姉さんいる。さっきから指示語しか話してないけど、まあいいよね。あ、いい、こういうお姉さんいる。今回一番楽しみにしてて、一番これはあざといなーと、はい、こちらです。見てください、ほら、肩、この肩、ああ、あざとい。袖がちょっと甘えん坊っぽい感じです。ショートだったらこれは人気ナンバーワンなんじゃないかなと思います。これマジ買った方がいいと思う。この組み合わせは結構割と最強なのではと思います。これが多分一番あざといと思う。あざとく見せてないあざとい。私はね、身長が高いからこういうロングスカートの方が似合うんですけど、こういう感じのあざとさも絶対いいと思う。かわいい。これにこのバッグとかがすごくいいと思う。マジで天気いいな。天気がだいぶ良すぎちゃう。ちなみにね、ボタンがついてて閉じれるようにもなってるんですよ。いいよね、このブカブカ感のあるシャツってめっちゃ好きだと思います。続いてはデニムのコモンピースですね。ちょっとこれだけだと夏感がすごいのに足元だけ結構重くなっちゃうので、これで結構秋っぽくなったんじゃないかなと思うんですけれども、ただちょっとね、秋っぽさを出したかったら結構ショートってね、上が本当にシンプルになりすぎちゃうので、帽子とかをつけてあげるだけで秋っぽく可愛い感じになるんじゃないかなと思います。こんな感じ。これは可愛いけど男受けは多分できません。あとはね、これ T シャツに合わせても可愛いか。これがちょっとチラって見えるぐらいの。はい、そしたら続いてはこれですね。これはね、露出はしてないんですけど、すごいセクシーなんですよ。今回ね、私はちょっと衣装としてこれを着たいなと思ったんで、まあ、ブルーを選んだんですけど、カラー展開すごいたくさんあるので、あの見てみてください。この辺が結構ね、しっかりピタってしてるので、すごい。セクシー。ミニスカートとか直接的に露出はしてほしくないけど、この体のラインが出てると嬉しいっていう人結構多いので、これはねすごくちょうどいい。あとこれのいいところは、あの実はね、裏地がついてないんですよ。結構こういう感じで模様がすごいしっかりしてるので、これ下着とかパンツラインとかがね出にくいので、それがねすごいいいなと思いました。あとは結構生地もしっかり厚いので、そんなにね透けたりとかそういうこともなさそうだなと思います。続いては昇級式コーデですね。楽ちんに過ごしたい、気合い入れてるコーデはさ、それはそれでやっぱ疲れると思うんで、これの何がいいって秒でコンビニとか行けるし、普通にお外に出てってもギリ平気な服でも、意外となんか下北とかにいる男の人は、私のイメージね、こういうなんか構えてない女の子とかが意外とモテる気がしてるんですけど、これ私の妄想ですが、ちょっとこれがねもう少し長くあってほしかったな。でもさっきのパンツもそうなんだけど、結構今回買ったボトム、あのどれもね結構透けなかったです。え、これかわいい。このカジュアルっぽい感じ、これとかでちょっとこなれた感出したい。これめっちゃ良くないですか、このダボット感。フォルムが可愛いと思ってね注文したんですけど、これにこれを合わせようと思ってたんだけど、ちょっと着膨れして見えちゃうかもね。可愛いかも、こういう感じめっちゃ良さそう。これは男性受けっていうよりか女性受けですね。いい。これにこれとかでも可愛いかも。これが男性受けしそう、このコーデ。
なんかちょっと短い感じと、このダボっとしてる、このやっぱフォルムがね、すごい可愛くて、結構でも生地もしっかりしてて、これ、ね、裏起毛になってるんで、これはめっちゃいいですね。まあ、寒くなってきたらマジこれは買いだと思う。これにこれとかもね、可愛いと思うんですよね。これはこれで結構シンプルで使いやすそうだなと思います。はい、ということでね、今日のリアルコーデルックブックはね、そろそろ終わりになるんですけど、どうしても紹介したいものがあって、これはね、全然コーデと関係ないのに私利私欲で注文しました。これさ、ウォレットなんですよ。お財布なんですけど、この薄さめっちゃ良くないですか。この小ささ、こういう感じでこうやって入れて、ここにお札とかを入れて、もうこれだけで出かけられる、めっちゃいいと思ってね、注文しました。まあ、今回全部紹介した商品すごい良かったんですけど、特にこれはいいっていうやつは、まずこれね、このスウェット、それからこちらのシャツ、あとこれ羽織ればもう一丁前になるこちらのアイテム、そしてこのカバンたちですね、おすすめです。これも可愛いし、これもめっちゃ便利で、これめっちゃ好きなんだよな、このベビーブルーのこれ。ということでね、今回シーンでルックブックをいろいろやってきたわけなんですけれども、いかがでしたでしょうか。でお得なね、こちらのクーポンもあるので、ぜひこちらも使ってね、お買い物してみてください。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ参考になったなとか、よかったなと思ってくれたら高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。